はい、皆様どうも、マーフロです。それではレッドイットダイ続きやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。では決勝、はい、前回の続きですね。お、なんかうなってんぜ。どこだ。あいつか。ほいや。あ、壊れた。壊れた、壊れた。痛い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 。あ、まだいた。この野郎。あー、体力が、スタミナが、いやー、痛い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 。スタミナがもうないんだわさ。すぐ体力まだ下手だから、食べる食べる。まだ容量がまだつかめねえね。なんかすげえ怪しくなってきたな、おい。エレベーター。とりあえず待合室に戻れるということか。とりあえずいじってみよう。しまった。いや、開かないぞ。あれ、開かないよ。なんで。今そんな速攻で閉められて入れるわけないでべ、ないでべ。なんだよこれ、どういうこと。2階に行っちゃう。2階行こうか。じゃあ下川町2階。ソルトはもういいや。食べる中華行くか。もっとこう、もっと よし、カエル食べよう。よし、これでいいだろう。
もっと。カエル、カエルいた。捕まえとく。あ、やばい。ほら、お前こういう力かますんじゃねえ、この野郎。音が鳴っておりますが、あー、おお、銃使ってきたこいつ、なんてこった。この野郎、やっつけた。何もくれん。またなんか来た。壊れた壊れた壊れた。何もくれんぞ。おい、素材か。メールってどうやって見るの？観覧、これか。設計図がいるってね。はい、どこ行けばいいかな。なにこれ、卵、モフモフだっけ。出た、なんだお前は、なんか変なやつ。ああ、ゲロゲロゲロ言ってる。音もなんか不気味だな。設計図。捕まえとく。あ、もうダメなのか。食べる。じゃあアイテムいっぱいなの。素材も1個とかんあれなのか。サイルガス交換しよう。壊れた。あ、いっぱい来た。おう、あー、体力やべえ。よく見ると死ぬところだ。あー、締められてる。ちょっと待て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 、お前ら待て。抹茶で、置かないと食べれないのかこれ。ちょっと食べる。
食べてる間当たんないんだ。外しちゃったじゃないか。やべえなあ。まだ操作がおぼつかないね。ハンマーを装備。ハンマー。よし。設計図か。何もなさそう。上行っちゃうよ。エレベーターなかったな。リソルトはいいや。リザルトか。リソルトってリザルト。リソルトってなんだ。塩か。飛ばせないのこれ。たまた。なんか変わったぞ。なんかそういうことに見なきゃいけないのかな。乗り換え可能です。乗り換えれるの。オレンジ色の名前のやつ。ヘイターよりバカです。はいはい。一回捨てないと食べれないのはちょっと不便だな。あ、このフロア嫌な予感がしますよ。なんじゃい。え、感じないって先輩。マジで気をつけてください。ボスでもいんのか。ああ、なんかいる。もう一撃ぶっちゃくらった。ああ、ぶっちゃ強えやんけ。なんや。なんか出てきた。痛いですか。ですよね。でもその瀬戸際の死に様がとても愛くるしい。ええ、失礼いたしました。実は私こういうものでして、保険セールスでこの島を担当しておりますダイレクトヘル瀬戸キワ子と申します。この島では過酷な条件のためお果てになられる方がたくさんいらっしゃいます。そんな方々の瀬戸際の生をサポートいたしますのがダイレクトヘル。それでは当方の保険プランこちらになっております。地獄の淵からこんにちは。まさかの視察。撲殺コンティニューね。要はコンティニューしろってことよね。一回コンティニューいくらなのよ。このようになっております。初回ということもございますので、なんと今回に限り無料でサービスをご体験いただけます。ではお客様を蘇生申し上げます。はい、ありがとう。でも生き返ったところであいつやばいんだけど。そして大したもん取ってないんだけど。とりあえずメール読んどこう。
レクトフェルのお姉さん。気をつけろと言われてもあれどうしようもないべさ。強えんだよあれ。2階に戻れんのこれ。あ、2階に戻れるんだ一応。あいつ無視していくか。おお、なんか撃ってきた。おお、落ちた落ちた。痛い痛い痛い。なんか飛んできた。動けない動けない動けない。体力がない。そして逃げれないじゃないか。これは取っとく。あ、なんだなんだなんだ。追いかけてきてるあいつ。いっぱいいるいっぱい。レベル6とか。あ、追い詰められた。ダメだこりゃ。死んじゃった。また来た。愛くるしい瀬戸際、確かに拝見させていただきました。今回につきまして保険のご加入どうなさいますか。ノー、こんなとこで使ってられないよ。またのご利用お待ちいたしております。あいつら強すぎねえ。どうしたらいいんだな。コンテに1回いくらなんだよ一体。100円とかだと高いよな1回。そしてちょっとロードが長い。まあプレステ4のゲームはだいたい長いか。いや、ディアブロはほとんどない。あらら、これはどうしたらいいんだ。タカ秋救助依頼とかあるんだ。あ、じゃあこの人で行くよ。初代アイテム来た。冷蔵庫。やってればわかるだろう。まだ取れないんか。
お、なんか開いたぞ。あ、閉まった。嫌がらせか、これ。あ、これで一回行けるんだ。お金がいるんだけど。ビンゴヘッド。レベルを上げる。わあ、なるほど。何あげればいいんだろうな。とりあえず攻撃力か。足りねえし。あげれねえし。キノコの力を信じる。どうしよう。キノコ持ってないけど。なんだこれ。全然買えねえし。また来い。お金はどうやって貯めんだこれ。いらっしゃい。この売店では塔を登るために必要なグッズを直で噴射してるってわけだ。設計図と素材があれば何だって作ってやるぞ。ただその場合は報酬としてあんたのあれを少しばかり分けてもらうけどな。あのエネルギーを使ってこさえるってわけだ。よろしく。買えねえし。またよろしく。結局どうしたらいいの。ここちらっと見えたのにな。あ、いやもう霊界から行くよ。ゼロ界から。3階まで行けばいいんでしょう。さあ読み込み中です。2階のじゃあエレベーター探さなきゃいけないね。おお、全部すれか。そうか、装備なくなっちゃったんだよ。なんでカエルやねん。まあちょっと面白いけど。あれ、右上になんか出てるね。あれどうやって切り替えんだ。そういえば、なにこれ。まあ上から。あれ、ボタン間違えた。殴られた。
武器出せや、武器武器落とせや。あ、宝箱から出るな。なんか食べちゃった。今ちょっと待てよ。保険のご加入いかまたのご利用お待ちいたしております。なんか食べちゃったよ。上に表示されてたのがなんか食べれたんだよな。爆発だけちょっとまだ今一つ分かってないからね、ちょっと覚えながらやっていかなきゃ。ちょっとここのロード長いのはあれだね、痛いね。リトライは早くしたいね。死んだお金。救助費用5000。購入。ちょっとじゃあ今度女性を選んでみるか。オールラウンダーしか選べないし、どれがいいかな。この人にしよう。あ、お金ゼロだ。あら、買ったってこと。これ全員やられたらどうなの。破棄するってこと。なんか変なマスクついてるけど、入ってない。1階から行ってみまっか。自爆するとはね。でも爆発してね。今度は気をつけよう。
殴れ殴れ殴れ。なことせや。何もないよね。どうやってこれロビーに戻れるかな。あ、来た。視点が見えにくいよ。武器くれ武器。お、武器。投げるでしょう。あ、これで切り替えるんだ。なるほど。これでさっき食べちゃったんだ。やばいの。なるほどなるほど。じゃあ置かなくても食べれるねこれ。了解了解。ホールド。あ、ホールドできなかった。難しいな、ホールド。ギリギリに止めとくのが難しい。体力よし、あいつでやろう。あ、これでいいか。ホールドしたい。できない。もうできるんじゃない。もう一つわからんホールドのやり方が。体力回復しとくか。なんだ、むにゃ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 言ってる。なかなかホールドできん。どうしようとしてる。
じゃん。さっきのやつやん。あーやばい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 、俺もやられる。またちょっとなんか飛んできてる。やっつけた、回収した。もう回復ないよ。パンツ。エレベーター、ここからロビーに戻りたいんだけどな。戻ったらこのアイテム回収できるわけでしょ。閉めるなってば。あ、これで待ち合わせ使えるんか。了解了解。さっき帰れた、さっきも帰れたね、きっとね。見逃してただけだね。はい、これでロストせずに帰れるということですね。なかなか奥は深そうです。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。